せなあいつはバタ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 なんだお前あなたのねトイレが長いのよしょうがないだろお前サラリーマンって朝の時間大事なんだよそうだけど、ね、新聞読むの何悪いんだバカ野郎お前ちゃんともうバタバタバタうるせえなあいつはお父さんえいい加減にしてよなお前親に向かって何するのこの野郎君はあ学生が戻ったら勉強してるんだよお前のんびりじゃねえよ父さん時間が朝の時間大事なんだよ情報収集するために新聞読むんだよこれサラリーマンの常識なんだよバカ野郎お前はあんた時間ないんだからお前は黙って学校行って勉強したらいいんだよちょっとねお前の教育が悪いんだよこれ何部屋で笑ってんだってめお前の教育が悪いからこれなんじゃないかでもね私もやめてほしいのよ何をだよあなたがトイレで読んだ新聞なんか臭いのよねそうだよ臭いじゃあお前のうんこ臭くれるか便所で読んだら多少の匂いがするわそれしょうがないだろお前そうだけどねおめえのうんこ臭くさねえのかお前それはどんなうんこしてんだこの野郎おめえもうんこ臭いだろバカ野郎うんこめんな臭いんだようんこの話なくても二人とも困ってる飯食うことにうんこらすんじゃないこの野郎あのね飯食うことにうんこらすんじゃないよ野郎明日からやめてもらうからね何をだよトイレで新聞読むのやめて本当に好きにしろお前ら、うん、いいから食えほらちょっとお父さんあなたいい加減にしてよ別に便所で呼んでるだろお前バカ